話し方の学校というネーミングを聞いたときに、学校の中で小学校、中学校、高校でいうとどこを思い浮かべられますか？はい、そうですよね。敷居が下がってるから悩んでる方、不安な方、自信がない方が申し込みやすいっていうふうにちゃんと合ってるんですよ。話し方の学校っていうネーミングは。コミュニケーションの学校、どうですかね。コミュニケーション悩んでる人と悩んでない人、どちらか買いますかね。悩んでる人にとって学校は非常に敷居が低くて学びやすいということですね。もう調子に乗ってます。全部学校シリーズになってるんですよ。うち表現力の学校、ビジネス YouTuber の学校、分かりやすい、学校だったら行こうって思うし、学校だったらそんなねレベルが高すぎないだろうし、先生も優しいかもしれないし、丁寧に学べて私でもついていける。セミナー事業とか教育事業やってる方、よく覚えておいてください。とにかく入学するかどうか迷うのは、ほとんどの商品は価格とかなんですけど、セミナー事業は違います。私はきっとついていけないだろうと思ってます。どんなに敷居を下げても思われます。話し方の学校でも私は無理かもしれないって思う方がいっぱいいらっしゃるんですよ。だからどれだけセミナー事業、教育事業は敷居を下げても下げても下げきらないほど下げた方がいいですね。じゃないと悩んでる方が救われないです。悩んでる方のために商品開発してるわけですからね。まあもちろん違う商品の場合は別ですよ。例えばその経営者向けのね、えぐいスピーチを作るんだったら、エグゼクティブパブリックスピーキングコースみたいなやついいんですよ。今度今作ってるやつがあるんですけどね、それはもう現実歪曲フィールドスピーキングみたいなやつですから、現実を歪めるスピーチを作るってやつやれるんですよ。今度意味わかります？現実歪曲フィールドって知ってます？あのスティーブ・ジョブズのスピーチをアップルの社長が名付けたんですよ。当時の現実歪曲って現実を歪めてると。要はジョブズってまだ誰も見たこともない世界をスピーチするんですよ。 iPhone とかそうじゃないですか。誰も iPhone とか知らなかったし、なんなら iPhone ってさ、インターネットと iPod、 音楽を聴く機械と、そして、携帯電話、これが一つになったっつったんですよ。冷静に考えて、誰も求めてまへんよ。誰もそんなの、こんなのがあったらなって思ってないのよ。でもジョブズはこれが人類のライフスタイルを変えるっつったんだよ。普通に考えたらさ、なんでって思うのよ。でもジョブズが言うと確かにそうなるっていうふうにアップルの社員が思ったのよ。現実歪めちゃってるわけ。それを現実歪曲フィールドって呼んでるんですよ。で、鴨頭義人、どう考えても現実歪曲フィールド喋ってるんですよ。僕ね、これあのマクドナルドにいた時に、こまっちゃんっていうアルバイトマネージャーの女の子に言われたことがあったのを思い出したんですけど、あのマクドナルドの102弘前店っていう青森のお店、あの僕あの 1店舗目で大失敗して2店舗目であの日本一の店長になったお店があるんですよ。で、青森県弘前市のお店に着任した時にはサテライト店舗といってですね、あの小さな小さなアルバイトの子に任せるお店があるんですね。それ黒石ジャスコ店っていうお店なんですよ。ジャスコだよ。まあいいよ、じゃあ黒石ジャスコ店っていうお店があって、そこにだから社員いないからさ、アルバイトの子に任せなきゃいけないから、で、ひどいお店だったんです。僕が行った時ひどい状態だったの。ひどいお店って言っても別にアルバイトの子が悪いっていうよりは、あのトレーニングされてなかったから、あ、先に空いてたんですよ。僕が着任した時には。面白いよね、店長が着任する前に空いてるお店があったんだよ。隣のお店の店長がサポートして開けてたのよ。で、あとよろしくみたいな感じだったから、で、見に行ったらこれやべえなこの店と思って、すごかったよ。だって普通にだってアルバイトの高校生の男の子とかは厨房の中でアップルパイとかむしゃむしゃむしゃ食ってるから何食ってんのとかって、お腹空いたんで、お腹空いたじゃないかダメなんだよ商品食っちゃうみたいな、へーみたいな、いやいや悪気ないのよ。またそれがお腹空いたからアップルパイ食おうと思ってるんだよ。すごい、そんな状態だったのね。別に悪気があんなら分かる、店長来てんのに食ってんだから、だってこっちがびっくり、何食ってんのって、アップルパイですよ、分かっとる、これ長年やっとるよ、商品名分かるよっていう、そういうお店だったから、このお店だいぶやばいなと思ってたんですけど、でも自分の、まあ、ドライブスルーの大きいお店のオープンの準備があるから、面接も採用も全部一人でやるんだよ。社員いないからさ、売上プランが低かったから社員いないんでしょ。アルバイトだけで回さなきゃいけないから、なんとかしてこの店誰に任そうって考えた時に、一人いい子がいたのよ。小松さんっていう女性だった、女子大生なんですけどね。だそもそも大学はほとんど弘前大学しかないから、弘前大学の子ぐらいしか大学生いないからさ、もう小松ちゃんしかいなかったの正直言うと。で、毎日僕がそのお店に行ったら、
こまっちゃんと一緒に客席に座ってハンバーガーを食べながら語り合うっていうのを毎日やってたんですよ。なんでかっていうと、いちいち指摘してる場合じゃないから。だってお店も向こうのお店がオープンしたら来れないんだもん。1ヶ月ぐらいでこの店に全く来れなくなるのが分かってるわけだから、1ヶ月以内に完全に彼女に任したかったの。店長レベルにしようと思ったのよ、こまっちゃんを。でこまっちゃんはものすごくホスピタリティとか得意なんですよ。だからいつも客席側に座って、ねえねえねえ、うちのお店ってどんなサービスが必要かな、どう思うとかさ、こまっちゃんってさ、なんでマクドナルドで働こうと思ったのとか、ケンタッキーでもっと働いてたんですよ。ケンタッキーとマクドナルドの違いってどんなものとか、めっちゃ質問して、こまっちゃんの考え方を引き出して引き出して引き出して、で引き出した後に、俺はこう思う、俺はこう思う、俺はこう思うっつって同期させようとしたわけ。なんとなく分かります？シンクロ率を高める、エヴァシンクロ率を高めてこまっちゃんとシンクロ率をどれぐらい高められるかっていうのが勝負だと思って、1ヶ月間毎日行ったら一緒に飯食いながら喋ってたのよ。おかげでこまっちゃんどんどん太って大変だったんだけどでまあ俺はマクドナルドっていうのは人を育てるか場所だと思ってる。例えば黒石市に住んでる学生の高校生の子たちっていうのは学校以外で大人に触れる機会が全くないと。要は家族とはいるんだけど、他の大人と触れ合う機会がもう本当クソ田舎だからさ、全然他の大人と会う機会がないと。でマクドナルドが初めて大人の人と交わって社会を知るんだと。ここで正しい社会人としての概念を伝えるのはマクドナルドしかないんだみたいな、そういう話をずーっとしてたわけで、接客もさ、うちのお店ってお辞儀の角度って何が一番お客様にとってしっくりくるだろうと、分離例と同時例だったらどっちがいいんだろうとか、そういうのずっとやってたわけよ。だってマクドナルドでさ、なんか分離例ちょっとやばない？いらっしゃいませちょっと合わないじゃん、丁寧だけどさ。それ場所によって五つ星ホテルはいいよ、うん、ご来場ありがとうございます、お客様こちらのお席に合うよね。マクドナルドでいらっしゃいませ、こんにちはおかしいじゃん、いやみたいなね、すごい細かいこととかを使ってね、なんかこう理念とか考え方をシンクロさせなきゃいけないと。一個一個指摘してたら間に合わないと。マニュアルの一個一個の指摘事項とかなんかチェックして、丸をバツを丸に変えるとか間に合わないと。考え方を全部移植して、こまっちゃんと俺は同じだという状態を作ろうと思ってずっと付き合ってたんですよ。でまあ実際に1ヶ月ぐらい経って自分っていうか大きいお店が開いて、それでも夜中にお互いのお店が閉店したら真ん中 の, ファミリーレストランで会ってたのよ。もう恋人じゃないこれ完全にね、20キロぐらい離れてるからさ、お店がちょうど真ん中ら辺にあるイタリアンレストランで夜中の2時ぐらいに会って、今日お店どうだったとか、あいつどれぐらい成長したとか、スタッフ足りてるかとかでお互いこうやってるわけよ。完全にデートだね、深夜のね。ほぼ毎日、ほぼほぼ。で、ある時こまっちゃん、もう結局このね、102弘前店が日本一になって、黒石ジャスコ店も素晴らしいお店になったわけ。やっぱこまっちゃんすごかったから。あ、こまっちゃん後に店長になります。後に店長になるんですけど、やっぱ優秀だったし情熱もあったからね、めちゃくちゃお店決まってきたわけで。そんなある日こまっちゃんに言われたんですよ。またイタリアンレストランで飯食ってたらね、店長っつって、何っつって、店長っていつも直接話してると本当にそうだなって、間違いないなって、ものすごく納得感があると。だけど店長が帰った後に現場に戻るとそうはなんないなって思うことがいっぱいありますこれなんでもまたね、やっぱ違うじゃんって、店長の言った通りなんかならないし現実的じゃないと思うんだって。そんな理想ばっかり言ってるけど、マクドナルドなんて時給が安いしね、みんなパートタイムでその時間しか働かないし、週に2回の子とかいたり、もう週5回の子もいて、みんなバラバラだし、そんなに一つになってね理想のお店なんか作れるわけがないって、現場で一人になると思うんだって。でそう思って、やっぱり店長の言ってることって現実的じゃないよって思って、また夜中に会うじゃんか。で俺がブワー喋ると絶対できるって思うんだって。いやできるって、できない方がおかしいってなるんだって。これ現実が歪曲してるんですよ。これ別にシンプルに僕がテクニックでやってるじゃないですよ。僕はできるって思ってるんですよ。でできると思って、できるっていう音で、できるっていう言語を喋ってるんですよ。これが全部つながってるんですよ。そうすると聞いてる人はこれがつながってるとそう思うんですよ。
でこれどれか1個だけ、例えば思ってないのにうまいこと言ってやらそうとかだと伝わらないし、思ってるし言語もできるよって言ってるけど音がちょっとずれてると本当は思ってないって思われるんですよ。まあこれ本当は思ってないから音がずれるんだけどね。だからこれがピシッとつながると現実が歪められるんですよ。このスピーチを教えるコースを今作ってるんですよ。やばいですよね。これはなんとかの学校とかになんないよ。もうできるだけ敷居を高くして、もう誰もが受けられないようにしようと思ってる。だって誰もが必要じゃないじゃんこんなの。現実を歪められるような、要は業界を変えようとか会社を根底から変えてしまおうとか、もうそれこそ世界を Web3 の世界に全員連れていっちゃうんじゃんみたいなさ、もう世界をひっくり返そうと思うようなリーダー専用のコースを作ろうと思ってるんですよ。そうそうそう、だからコンサルとかも育ててるんですよ。僕が講義を最初やったらあとは個人コンサルつけます。うちの生徒の中でその音声コンサルタントの資格を取らせてるんで、今その子たちがぴったりくっついて、例えば会社の社長だったら、あの会社説明会、学生さんに伝えるスピーチ、例えばさ会社説明会に鴨頭義人が説明会やったらどうなる、学生全員申し込むよね。そういうスピーチの作り方を教えるんですよ。そうだからもちろん営業マン向けのにもやりますよ。で主に経営者向けにやろうとは思ってるんだけどね、そういうのを作ったりしてます。あ、ちょっとネーミングから話がすっかりそっちにグワー持って、ほら、ね、現実歪めてるでしょ。もうこっちどうでもよくなっちゃってるじゃん。そのプログラム早く教えてくれてなってるよね。そんな風にネーミングは別に全部敷居を下げればいいってわけじゃなくて、お客様がどういうニーズかによって高さを変えたりするんです。わかる？だからで高単価の誰でもが入れないようなところ、ビジネスインフルエンスマスターコースとかは誰でも入れる感じにしてないんですよ。誰でも入ってきてほしくないから、要は学ぶけどやらない人入ってきてほしくないんですよ。これ一人200万の講座なんで、落ちこぼれる人がいるとちょっと僕が気持ちよくないんで、本気でやるぞっていう人しか入ってきてほしくないから、敷居を上げて誰もが買えないようなネーミングにしたりして、だから実は商品名が変わるとお客様が変わったりします。だいたい価格と商品名でお客様が変わるので、で価格と商品名が合ってないと誰も来なくなります、うん、話し方の学校200万誰も来ない、うん、ビジネスインフルエンスマスターコース5万円違うお客様来ちゃいます。売れるかもしれないけど、あ、ちょっと困ったなってなるね、っていう風にちゃんとその辺が合ってることが大事です。 YouTube を見ていただいてありがとうございます。この YouTube 以外でも良い情報をどんどん届けようということで、 Voicy という音声配信プラットフォーム、こちら無料です。こちらで毎朝7時から情報を発信しています。朝から元気になる、そんな情報をお届けしていますので、ぜひ Voicy もチェックしてみてください。あなたに出会えた奇跡を心に溜めて